皆さん毎度おおきに、ことのはあかねです。どうも妹のゆずきあおいです。ん？今回も前回同様チャリンコ動画だけど、松島の疲れが割と残ってるから、仙台市をぐるっと回るだけのゆるポタ動画です。ゆるポタ動画ってずっと憧れとって、動画投稿を始めたら、一回は投稿しよう思うとったさかい、気合い入れていくで。そんでゆるポタでどこに行くかっていうと、五つ橋の方に新しくクレープ屋さんができて、そのクレープが激安でうまいって噂を聞いたから、それを食って適当にブラブラしながらおしゃべりしていくよ。ドケチのくせに、超高級上級貴族様専用のお菓子、クレープなんて食うて、お前それでええんかって思うかもわからへんけど、うちが今回食うのは、1個400円のクレープやさかいな。普段はローソンの120円のシュークリームに、さらにクーポン使って100円にして食ってるレベルだからね。うちらが食うスイーツ言うたら、そんなもんやで。ちゅうわけで、今回もいつものお手軽ゆるゆる動画やさかい、そんな感じによろしゅう頼むで。今走ってるのは、仙台の冬の風物詩、光のページェントの会場になる、常禅寺通りってとこやで。去年までは、この通りの中央にある通路、通称グリーンベルトってところも、全部無料だったけど、今年から有料になるとかなんとか。ドケチからしたら、金取るんかいって感じだけど、結構財政難みたいやさかいな、しゃあないとこもあるな。ほんで超絶カップルの巣窟やで。公式サイトにも、男女がお互いに抱き合って見つめ合う、くす、微笑ましい画像貼ってあって、オタクとぼっちは場違い感全開の雰囲気や。あと今年は、来年の11日まで開催してるみたいで、いつもより2週間ぐらい、期間が長いらしいです。カップル少ない隙を見て、動画撮ろう思てる堺、よろしゅうな。ちなみに今回行くクレープ屋さんの名前は、四川卵のクレープ五つ橋店、バイ大沼農園ってとこです。ここの特徴は、店の名前にもなってる四川卵、ラオウってやつを使うてるとこやな。ラオウがどんなんかって説明すると、南三陸町の自然の中で育てられた鶏の卵で、有精卵を使うてるみたいやな。いろいろこちゃこちゃした説明あったけど、要するにおいしんぼで山岡が垂れとったうんちくと同じ感じのそれっぽいやつです。思いつく限りの自然やら天然っぽいやつ、想像しとったらええんとちゃうか。説明がひでえな。そうこうしてるうちに五つ橋の看板見えてきたな。こういう感じにチャリンコ専用道路あるの楽でいいよね。ほんで到着。この右側のちょろっと見えとるやつやな。この道路を見てもらえばわかるけど、片側一方通行で立地は最悪。近くにある駐車場はコインパーキングだけで車を断りしゅうなするで。こんなとこよりもっとええ場所あったんとちゃうかって感じやな。ここにテイクアウトメニューとイートインメニューがあるけど見えとるか。とりあえず入りましょう。店員は可愛らしい女の子2人でした。テイクアウトメニューは基本クレープで、いっちゃん下にティラミスケーキが1個だけありました。一番安うて360円で、他がだいたい400円前後やな。うちは今回一番無難であろう、チョコバナナ注文したで。クリームとカスタードが選べて、もう少し金詰めば、両方入れることもできるみたいやな。作ってるところも撮ってええか聞いたら、快く OK もらったんで、ノーカットでお送りするよ。この焼き色が、いかにもクレープって感じでいいよね。おっさんが GoPro 持ちながら撮影してるのって、多分不審者感あるでな。まあ気にしたらあかんで。こんな感じで手でバナナの皮剥かないでナイフで剥いてるの見るとおしゃれでお店感あっていいよね。入れるバナナは1本の半分入れます。後ろの大量のバナナ見る限り、やっぱクレープって言ったらチョコバナナだよね。今回注文したのはクリームだから、多分隣のボンキュッのやつがカスタードかな。なんとなしにお前が言うと嫌味っぽう聞こえるんやけど、気のせいか。え、何言ってるの。お姉ちゃんはキュッキュッキュッでしょ。お前やったろか。そして最後に大量のクリームとチョコソースかけて完成かな。カロリーなんて言葉は今だけ忘れようね。この周りのトッピングのボトル見る限り、人気はブルーベリー、ストロベリー、チョコなのかな。茶色とオレンジのやつがなんかわからんな。あらー、綺麗に包んでくれてドケチなおっさんにはもったいないで。ちなみにおすすめメニューはイートインメニューの自家製カスタードプリンのクレープってやつみたいやな。それはテイクアウトにはなかったで。おっしゃゲットだぜ。近くに公園があるから、そこに座ってゆっくり食べましょ食べましょ。
ちなみにその公園やけど、いかにも元から知ってましたって雰囲気醸し出してるけど、今回初めてたまたま見つけただけやっちゅう話や。ほんまはどこで撮影しながら食うか、めっちゃテンパってたんや。ほんでここがその公園。そしてこのクレープである。うまそうやな。この焼き色が綺麗だとめっちゃ美味しそうに見えるよね。ちなみにラオウはこのクレープ生地に使ってるんだとか。ぶっちゃけ食べてる間そんなん忘れてて、ああうまいなとしか思ってなかったよ。皮はもっちりしとったけど、ぶっちゃけ米粉入れればクレープの皮でもパンでももっちりできるさかいな。そしてやっぱりクリームの量は半端なかったよ。見た目はわかりにくいけど、この膨れてるところ全部クリームだからね。ちなみにこのクリームだけど、通販で調べたら1本530円ぐらいで買えるみたいだよ。クリームにしか興味あらへんデブは通販でまるっと1本買うて飲んだ方がお得かもわからんな。あとバナナもボロンって入ってるから食べ応えもあるよ。その表現なんか嫌やな。そしてあっという間に最後の一口になった。最後の一口はいつも吐かないもんやで。いやー400円で美味しかったね。今度行くときはカスタードプリンのクレープ食うてみたいな。ちなみにここはクレープやらのスイーツ以外にオムライスやらの卵使うた軽食も食えるみたいや。ほんじゃ食うだけ食ったし、最後に海でもちょろっと見て終わりにするよ。チャリでまた海かって思うかもしれないけど、海の方が坂道なくて走りやすいによ。チャリで山やら行ってわざわざ疲れるさかい、うちはできへんわ。ちなみに今走ってるのは梅田川の河川敷で、ロードバイクで走ってる人もいれば散歩してるジジイとババアもあんさかいるよ。もう少し南に行くと広瀬川の河川敷走れるけど、そっちはこの道より10倍ぐらい道幅あるさかい、もっとぶっ飛ばしたい人やら乳酸貯めたい人はそっち走るのがおすすめや。超ドアップチビータコちゃん。ここら辺は桜の木を覆うて春になったら花見にええかもわからんな。ここら辺は震災後に整備された堤防で、海に出てそこからさらに南に行くと、前に原米市食べに行った閖上まで行けるよ。前に一回自転車で行ったことあるけど、同じ空間ループ視点じゃねえかってぐらい同じ風景で面白みもないから、多分今後行くことはないよ。ちゅうわけで海が見えてきたな。ここら辺りって結構ヒラメやらコチやら釣れるみたいで、少し前までどえらい人でごった返しとったで。ちゅうわけで海に到着。実際見た時はもっと茶色っぽうてうんこみたいな色しとったけど、動画で見ると結構綺麗に見えるもんやな。まあまあフォトジェニカンない。ママチャリマーク2がええ塩梅してるでしょ。ここでうちが乗ってるチャリの話ちょっとすると、メーカーはカルチャーバイクってとこのやつで、 L710 って名前のやつやな。要はアルカプヤスチャリンコで、フレームはアルミやけどフォークは鉄や。ここに安物の荷台つけてるから、チャリンコ本体の重量は終わってるよ。我ながら、こんなんでよう前回あんだけチャリ焦げたなーって思てんで。ドケチは気合と己の肉体が勝負だからね。ちゅうわけで帰るで。ちょうどガチのロードバイクと入れ替わりやな。おいっす。帰りももちろん、梅田川河川敷。夕方の河川敷って、なんとも言えない雰囲気あってええよね。白鳥撃ったからちょっと降りてみたけど、なんかこいつら近づいてきたで。餌でももらえるん思ったんかね。向こうから近づいてくるとか警戒心が薄いね。白鳥の肉って食えるのかな。そういえば関係あらへんけど、うちが使うてる布団って鳥の羽たっぷり入った羽毛布団使うてんで、こいつら何羽分入っとるやろかね。そっちの方がひどくない。というわけで今回の動画はここまで。今回行ったクレープ屋さんは今度もう一回行こうと思ってるよ。そん時動画にするかどうかは未定や。今回走ったのはだいたい40キロぐらいでイーユルポタでした。今はこんな時期で草も花も枯れ果ててるけど、春になったらこの辺の桜も綺麗に生えるさかい。それまでうちが動画投稿を続けてるかどうかやけどな。それでは今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらコメントやグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ほなまたなー。